絶対に違うのです。何言ってるんですか。間違ってるのはエミルですよ。ちょっとちょっと、二人とも一体どうしたの。あ、キュアアンジュ聞いてくださいよ。エミルったらポケモンに出てくるミュウがネズミの仲間だって言ってるんですよ。ミュウは可愛いネズミちゃんなのです。それなのにルールーはミュウは宇宙人だって言うんですよ。あの見た目は宇宙人ですよね。えキュアアンジュ、ネズミちゃんですよね。キュアアンジュ、キュアアンジュ、どっちが正しいと思いますか。私ですよね。私なのです。ちょっと待って、二人はミュウがネズミか宇宙人かで喧嘩してるの。はい、エミルが間違いを認めなくて。間違ってるのはウルの方ですよ。ミュウってネズミなのかな、宇宙人なのかな、どっちだろう。あ、いいこと考えた。いいこと、一体何なのですか。白い紙とペンを用意して、ミュウの絵をお絵描きして、上手だった方の人が正しいっていうのはどうかな。いつものお絵描き対決ですね。望むところです。可愛いネズミちゃんのミュウを上手に描くのです。じゃあまずエミルちゃんからミュウの絵を描いてみようか。はい。私ポケモン大好きなので、ミュウの絵上手に描けると思いますよ。ミュウを描き描きしてみるのです。ミュウはネズミちゃんみたいな、こんなお耳だったかな。つるっとした感じの体でしたよね。で、鼻がありましたかね。ネズミちゃんみたいな、こんな鼻があったかな。口はこんなだったでしょうか。首はどんなになってましたかね。確かお手手があった気がしますよ。こんな感じのお手手だったかな。尻尾も生えてた気がします。ネズミちゃんですもんね。あれ、尻尾はどこから生えてたのかな、分かんなくなっちゃった。足はどんなんだったかな。こんな足でしたかね。尻尾はここから生えてますね。なんかイメージしてたのとちょっと違くなっちゃいましたが、まあでもお目目を描けばきっとミュウになるでしょう。よし、お目目を描きますよ。お目目はクリクリしてる目でしたよね。こんな感じの目だったかな。もうちょいなんかクリクリしていたお目目だったような。怖い目になってしまいました。可愛い目にしたかったんですけど、パッチリとした可愛いお目目にしたかったけど、でもこれでもちょっと、まあ可愛いって言えば可愛いですよね。大きいですしね、目が。よし、体は確かピンク色だったのです。ピンク色にぬりぬりしていきますよ。ここだったかな。やっぱり鼻をここに描こうかな。どうなるだろう。あ、ちょっと可愛くなりましたね。鼻はここが正解だったかもしれないですね。顎もぬりぬり。よいしょ、よいしょ。はい、エミルのミュウ、出来上がりなのです。ピンク色の、とっても可愛いネズミちゃんなのです。そっくりで描けたと思うのですよ。ルールーはどんなミュウを描いてるかな？見に行ってみましょう。ミュウですか。私もポケモン大好きですけど、ミュウってどんなんでしたっけ？宇宙人みたいな、とっても可愛いミュウ。頑張って描いてみましょう。お耳が確かこんな感じで、
顔の形がこんな感じだったと思いますよ。お目目がこう。お手手はこんな感じ。体はどうだったかな？足はこんな感じだったんじゃないでしょうか。尻尾は長くて、確かこんな感じでしたよね。色を塗ってきます。色は可愛いピンク色でしたよね。この色がなんだか宇宙人っぽい気がするんですよね。確かブルーでしたね。瞳のブルーをグラデーションにしていきますよ。とっても綺麗。ルールー作ミューの出来上がりです。どうですか？我ながら上手に描けたなと思うのですが、いかがでしょうか？キュアンジュにエミリと私、どちらのミューが上手かジャッジしてもらいましょう。キュアンジュ、ミューのお絵描き完成しましたよ。そう、二人とも上手に描けたかな？まずは私のミューから見てほしいのです。私のネズミちゃんみたいにかわいいミューはこちらなのです。じゃじゃーん。細い尻尾に大きなお目目、ピンク色のかわいい体、ミューそっくりですよね、キュアンジュ。そうだね。大きいお目目は可愛いかな。さあ、次は私のミュウを見てください、キュアンジュ。うん、わかった。私のミュウはこちらです。宇宙人みたいなちょっと不思議なミュウを表現してみましたよ。ブルーの可愛いお目目はグラデーションカラーにしてみました。ミュウの尻尾はとっても長いんでしたよね。かわいい頭、かわいい体、どうでしょう？私のミュウ、似てますでしょうか？うん、とっても上手に描けてるね、ルル。私のだって上手ですよね。そうだね。私の方が上手でしたよね。私なのです。私ですよね。私なのです。わ。どうしよう。ルールーの方を上手って言えばエミルちゃんに怒られちゃいそうだし、エミルちゃんの方を上手って言えばルールーに怒られそうだし。そうだ、動画を見ているそこの君、エミルのミュウかルールーのミュウかどちらが上手だったかコメント欄に書いて教えてくれないかな。動画を見てくれたみんながルールーのミュウかエミルのミュウかどちらが上手かを決めてほしいんだ。コメント欄に一番多く名前が書かれていた方が勝ちということですね。そうそう。望むところなのです。私の名前の方が一番多いと思うのです。どこから来るんですか、その自信は。私の書いたミュウの方が上手だなと思った方はエミルのミュウと書いて教えてくださいね。私の書いたミュウの方が上手だなと思ってくれた方はコメント欄にルールーのミュウと書いて教えてください。どちらのコメントの方が多いんだろう、気になるね。この動画を面白いなと思ってくれた人はぜひぜひチャンネル登録をしてね。ポケモン大好き、プリキュア大好きっていう人はグッドボタンを押して教えてくれると嬉しいな。それでは今日はこの辺で、じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソゲームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンを
ポチッと押してほしいメリ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。